待て、まずい、いきなりヤマンバが現れた。こんな時のために和尚さんがくれた3枚のお札を使おう。これはお守りとしていざとなった時に効果を発揮するらしい。ヤマンバが現れた時に必ず使えとのこと。いけ、1枚目、俺を助けろ。待てこら、効果発動、ヤマンバにこれを使った時ヤマンバが増殖する。あ、え、やば、ヤマンバが増えた。うわー、3人で必ず仕留めるぞ。おい、マジか。クソ、早々に2枚目を使わねば。くらえ、2枚目のお札。効果発動、ヤマンバが現れた時ヤマンバの武器強化。ヤマンバに金棒がついた。は、ふざけんな、なんやこれ。おい、お、金棒じゃん、これは便利だわ。どんどん状況悪化しとるんやけど。くそ、こうなったら最後の1枚だ。3枚目くらえ。効果発動、ヤマンバが現れた時ヤマンバの走る速度倍速。うん、ありがてえ。ヤマンバ、絶対両将俺を殺しに来とる。ふざけんな、1個も使えないじゃないか。実は和尚さんの奥さんからも1枚もらってたんだった。ヤマンバが現れたらこれ使えって。いけ、4枚目。効果発動、ヤマンバが現れた時山田の体力半減、山田の力半減、山田の貯金半減、1週間以内に復活詰めする。ヤマン、奥さんの方がより具体的で周到だった。ダメだ、クソ、追いつかれた。はは、小僧もう逃げられんぞ。なんやこれは、味方一人もらんじゃないか。もう残すことはないか。クソ、体力も力も半減させられたし、おまけに貯金まで、これはもうおしまいか。やれ。あ、それでも全然俺の方が強かった。クニさんアニメアパレルショップメイドインクニさんで随時グッズが販売されています。ぜひ見てみてね。動画の概要欄とコメント欄にリンクを貼っておきます。